始めますわ。さてと、寝てろ。私ですわね。まだまだ行くぜ。ですわね。さてと、アタックへ。次、突っ込んだな。本当に襲ってきやがったな。ま、俺にかかれば楽勝だけどな。本当に倒して封印を一つ解いた。封印を、やりましたわ。ありがとうございますお二方。ほほう、やけに素直じゃん。いえ、部下の仕事をねぎらうのも上司の務めですからね。誰が部下よ。誰が、いい、はっきり言っときますけど。おい待て、この抜いたけなんかすげえパワーを感じるぞ。ほんとだ、何これ。女神の神器に染まったのかよくは分かりませんけれど、共鳴効果、レゾナンスエフェクトが強力になったようですわね。レゾナンス、何？レゾナンスエフェクトです。フューリーにフューリーを共鳴させると不思議な力を発揮することがあるようですの。不思議な力ね。えあんた本当にどっからその知識を得たのよ。ですからいろいろ古い文献を調べたのです。女神復活に近づくのは間違いないのですし、細かいことはいいでしょう。そうだけど。どうでもいい女子だ。あら減った、帰ろうぜ。そうですわね。三つ星シェフの晩ご飯いただくとしましょうか。思い出させるなよ、俺のがっかりファンタジーよ。ごめんなさいね、本当のことなど言えませんの。Thank you.
いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。お兄ちゃんたち今日も来てくれたんだね。そっちのお姉ちゃんは初めましてだね。情報屋さんのロロです。こんな小さな子が情報屋、大丈夫なのですか？危険な目に遭ったりするのでは？大丈夫大丈夫。これでも私結構強いんだよ。さて今日も情報を買ってくれるのかな？ああ。じゃあお値段はこちらになります。たっか、昨日も払ったんだぜ。ちょっとは負けようって気はねえのか？ファングさん、お支払いしましょう。子供相手に値切るなんて大人のすることではありませんわ。なんだよ、お前なんて一番文句言いそうじゃねえか。へえ、意外と優しいところあるんだ。からかわないでください。私はただ当然のことを言ったまでですわ。毎度あり。フューリーはクラビーセ洞窟のどこかにあるって話だよ。また面倒なとこにありやがるな。仕方ねえから行くか、偽善女。ですから、からかわないでください。そういや、また目的地に向けて探索するのか。めんどくせえな。そんなこと言っても仕方ないでしょ。ほら、行くよ。お待ちになって。漠然とした目的地に向かって闇雲に進んでも疲れるし時間の無駄ですわ。ここはフューリーの力を借りましょう。フューリーの？キューイ！フューリーを地面に刺すと地脈を刺激して、それがソナーのようになって知りたい座標を正確に測れるんです。地脈を刺激？ええ、ですから迷うこともありませんわ。けれど余計な刺激によって思わぬ副作用があるかもしれませんが。何よ副作用って。やってみればわかりますわ。あんたまた机上の空論？キュイで試したりしてないの？それが今回も自身と契約しているフューリーではダメらしいんです。詳しくはわかりませんが。ああ、それと測るには有効な射程というものがあります。そこに注意してください。と言ってもまた地面に差し直せばいいだけのことですけれど。やっぱりおかしいよ。このティアラはいろいろ詳しすぎる。文献で調べられるのならもっと世間的にも研究が進んでいるはず。ねえどう思う？ファン。寝るな！いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
着きましたわね。さあ、お二人のお手並みを拝見いたしますわよ。何よ偉そうに、どんだけ上から目線なのよ。あら、ごめん遊ばせ。私、おちびのアリンさんより背が高いものですから。身長の話してんじゃないの、精神的な話。あんた分かって言ってんでしょ。はいはい、どうでもいいからさっさと行くぞ。何よ、ファングはティアラの味方なわけ？当たり前ですわ。ファングさんは私を愛してしまったのですもの。おい、女同士で仲が悪いのは勝手だが、俺を巻き込むのだけはやめろ。照れ隠しはおやめになって。いかにも気味の悪い虫が出そうな場所です。ファングさん、先を行って私を守ってくださいますね。調子に乗んなアホバカ間抜け。なんて雑ななじり方。でもやっぱりいい。だから何なのよその反応。聞くわね、ファング。お前はうるせえ。ひど、私がいつうるさくしたって言うのよ。ねえ、いつ。なんだろう、すっげえ疲れる。殺殺殺殺。いらっしゃいませ。ありがとう。